てたよって。あ、本当そうなの。いっぱい来た。嬉しい。話題には困らなそう。お楽しみ。楽しみ。何から話したらいいかな。待って、私は本当にまだ待ってるんですよ。この、あの、プレゼント開封してなくて。そう。はい、あの、ゆうなから誕生日プレゼントをいただきまして、それをまだ開けてないんですよ。で、まだ開けてなくて、で、この配信上で開けようかなって思いまーす。おめでとう、ありがとう。見てください。じゃーん、やー、大好き、ジルスアート、ありがとう。ジルでーす。めっちゃ嬉しいんですよ。もうこれだけで嬉しいんですけど、ちょっとまだね、こう上からしか見てないので、ちょっと何かよくわからないので開けていこうと思います。嬉しい。待ってね、開けれない。よいしょ。17歳。そう、セブンテインです。出たよ。こないだ話したんだよ、優勝ルームで。マジ？うん。もう、セブンテインやりましたとか、なんか、いつもテイ使うんだよ、俺はって。あ、日常生活でもってこと？そう。そうなんです。いきます、いきます、じゃん。すごい！バスソルトだ！すごい！待って、あとなんだ？ミスト状化粧水と、これ真ん中何？わかんない。いただきましたー。イエーイ。えい、開けて、ちょっとやった。え、バスソルトはめちゃめちゃ嬉しい。なんかずっと気になってた。うん、一緒にね、うん、買いに行けるんだったら、うん、選べるかなって思ったんだけど、うん、一緒に行けないってなったら自分で買わないもの、でも絶対使うもの、うん、ちょっと選びましたよ。やばー、ありがとう。イエーイ、喜んでもらえて嬉しい。ずっと欲しいなと思ってたんだ。なんか通常の商品じゃないですか、これ。うんうん。だからいつも目に入ってていいなと思ってたから嬉しい。よかった、ありがとう。どういたしまして。ちょっと2個目、これ何？化粧水？ミスト？キープミストみたいなやつ。メイクの。私、キープミストなくしたんですよ。よかったー。開けたい、開けたい、開けたい、開けたい。いい匂いするよ。マジ？これどうやって開けるんだろう。よいしょ。ちょっと待ってね。開かない、ハサミにするね。どんな匂いなの？なんか、でもこれジルってこういう匂いだよなっていう匂いがする。あ、本当に？待って、めっちゃ可愛い。ミストだ、ありがとうございます。イエーイ。これ今かけてみていいかな？いくよ、うんうん、せーの。ん？最初だからね。うわっ、わっ、ほんとジルだ。いい匂い、ありがとう。いただきました。やばいね、嬉しい。めっちゃ美容って感じ。3個目です。なんだこれ。あ、なんだっけ、香水。そう、ローラーボールのやつ。そうです。嬉しい。私ローラーボールの違うやつ持ってて、あのジルじゃないね、やつ。うん、でもうなくなったので。今全部めっちゃいいタイミング。あ、よかった、嬉しい、ありがとう。上手だよね。上手。あのさあ、うん、あの喜ぶのが。あ、そんな感じ。
え、普通に素で喜んでるので。うんうんうん。すごい。嬉しい。なんか。ありがとう。喜び方が。嬉しい。だって。はい。これも、匂い嗅ぎます。うん。ジルの匂い。ジルだ。ジルだ。ありがとう。嬉しい。こんなにたくさんいただいちゃって。幸せなセブンティーンです。よかったです。ありがとう。おめでとう。ありがとう。はい、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。イエーイ。おめでとう。ありがとう。そう、なんか、そう私も嬉しくなる喜び方ってきてます。マジ、嬉しい、ありがとう。ね、ポキちゃんの誕生日6月にあるから、うん、私も選んでくるね、じゃあ、はい、いい、よし。え、公園で使うね、こういう、さあ、ルアいつも公園とかで香水つけないじゃん、うん、そうだね、そう、めっちゃたまにしかつけないから、ちょっと今度公園でこれとミストする、そして前日にこれ前日にそれで入る、前日にこれ、はい、最高、ありがとう嬉しい、嬉しい、よかった、うん、渡しましたお渡ししましたわーい、うん、やばい、クマがやばい、疲れてる、疲れてる、疲れてはない、でも今日楽しかった、楽しかった、ね、イエーイ、お出かけしました、はい、お出かけしてきたんですよえ、これユーナ言ってなかった、何がお出かけって、うん、言ってない、じゃ初ですね。お出かけしてまいりまして、いろいろしてきたよね。なんかユーナがなんかルアが言葉を発するたびにずっと笑ってて、そんなに変人かなって。面白いんだよ。ずっと面白い。なんかそのプレゼントを渡したら、うん、その紙袋テープが貼ってあったんだけど、その隙間から見て、うん、うわあ、石？じゃあこれね、これを見て、石だと思った、石って石に見えたの面白いんだよ、ユウがゲラなんじゃなくてルアーがずっと発する言葉が面白かったのいやいやいや、見た目が石だったのでそう、カラオケ歌ったね。歌った。そう、広くて、ルームが。そうなの二人なのにさ、パーティールームに入って。もうね、20人くらい入れそうなパーティールームに。ふわふわになりで。そう。でも本当に一部分しか使わなかったよね。うん。そう。二人なのにってさ。うん、めっちゃでかかったね、画面もダーンってあって歌いやすかったです、うん、一人二つマイクあるから、合計4本あったから、うん、じゃあ一人二つだねとか言ってで一人一個あの曲選曲のタッチパネルがあるじゃあ一人一つそうステージできた、うん、そう、歌唱力のね練習をちょっとねお互いしたよね、はい。なんだけど、他の曲もいっぱい歌うっていう。そう、その自分が選んだ曲じゃない、うん、その歌唱力のリストに入ってた曲を、え、これ歌えるとか言って、歌いました。あ、OK。今固まったよね。うん。あ、ごめん。ごめん。びっくりした。ね、楽しかった。
あとね、もちろん好きだもやりました。やりましたね。どうもあとは、メラだっけ。うん、メラはやった。メラ初めてやったよね。やった。そう。ちょっと高いね、あれは。高い。でも、二人では、やっぱりなんかもう一人いないとな。そう、そうなんだよ。もう一人必要。そうそうそう。楽しかったです。すんごい量のソフトクリーム食べてねソフトクリームがあったんですけど、こうやってもうこのくらいの高さになったよね。うん、あとで送ってあげる写真やだいや、ルアにね、ルアがあ、ルアにオッケーと思ったらメールとか。全然いいよ、私は全然いいんだけど。そう、もう器がここら辺で、アイスの高さこのくらい。え、そう。手がこうやって、ぐっちゃぐっちゃ。ちゃんと全部食べました。はい。おかわりもしてました。ユナってさ、ユナこのくらいだったもん。そう、ユナはあんまりソフトクリーム食べないから、うん。少しだけにした。あ、お寿司。お寿司も食べました。で、これは、すごいいい思い出になりました。初めての。初めての弁慶行ってきました。え、ゆうな何回行ったことあるの？私はおじいちゃんとおばあちゃんに連れてってもらうことがあるから、もう結構行ってる。そうなんだ。そう。ね、佐渡のやつ。弁慶。そう、回転寿司じゃない。なんか私回転寿司だと思ってたんだけど、うん、回転寿司ではないんだね、あれ。なんて言ったらいいんだろう。回転寿司、まあでも回転はしてるんだよな。うん、そうね。ガリたくさん食べましたそうですね、私はガリ食べないんですけど、ルアがめっちゃガリ食べた。そう、私がそのガリの良さを言ってもちょっと伝わらなかったユーナに。うん、生姜だって言って。生姜がダメいや、そう、なんか漬物な感覚ないやっぱり。え、ガリってそうなの？うん、ちょっと辛い感じの。いや、ガリほぼ生姜やん、あれ。まあ確かに。いや、それがいいじゃん。ね？あと、いろいろ回ったね。そう、本当にいろいろ回った。私、炙りサーモンだっけ。炙りサーモンと、マヨ、炙り。炙りマヨ、みたいな。そう、うん。のやつを食べました。3皿食べた。やばかったよ。そればっかり食べて。じゃあ、一回、溜まったやつはもうずっと食べる人なので。うんうん。いっぱい食べたんだけど、でも、ユーナがそう、全部違う種類で。私はもう、これと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 って、全部違うのを頼んで。うん。ね。いいね。わあ、お寿司行きたいってロアが言ったら、そう。じゃあお寿司にしようって言って。そう。嬉しい。その後ね、もう一つ行きたいところが思いついちゃったけど、無理だったね。あ、そう。本当はね、もう一個あったんだけど、また今度行こうっていうこと。また今度、うん。私も絶対行きたい。ね、そう、まだお互い行ったことないお店があるので。あと今日、映えも狙ったよね。え、あげたよ。あげた？お、映えてたでしょ。え、どこにあげた？インスタ。おー、マジ？見たい。いいね。そう、もうね、椅子を引いて、立ってね。立ってたんだよね。うん、もう映えさせなきゃって言って意気込んで
そう。いやよかった、あの光の入りとか。うん。よかった。めっちゃ可愛い感じになった。ユーのインスタじゃないみたい。マジ、いや、でもユーのさ、最近なんか結構系統が、なんだろう、スイーツ部感出てると言いますか。あ、すいません。ラーメン部なんですけど。すごい可愛いなと思って。可愛いの、可愛い感じに。インスタスイーツ乗っけるとすぐ可愛い雰囲気になるもん。うん。いいよね。可愛い。インスタ欲しいなそうだよね。うん。そんな、インスタってさ、やっぱ写真メインでさ、そんなにさ、うん、文章とか、うんうんうん、気にしなくていいからさ。確かに。先にインスタやらせていただきたいね。そうだね。そう。インスタ。ユーナのストーリーに乗れることがすっごい嬉しいんですよ。だからユーナが、そう、たまに撮ろうって言ってくれるときめっちゃ嬉しい。そう、ストーリーに、昼夜公演ありがとうございましたとか、そうそうそう、同じレッスン着とかね。そうそうそう、嬉しかった、あれ。ストーリー乗せていいって言ったら、いいなとか言って。そうそうそう。常にオーバーリアクション説あるよね、うん、だから笑っちゃうんじゃない私。そうそうそう。それでも誰だかわからないプリクラも撮りましたね。撮りましたね。ありますよ。あります。私もあります。あります。プリクラ。あ、いっけ。そう、漏れたよね。あ、私は漏れた。私も漏れましたよ。マジ？いいよね。いきます。せーの。せーの。じゃん。あそう。わーわそう、もうね、ノーマルカメラに慣れてると誰みたいな顔なんだけど。うん。うん。いや、漏れた。なんか今日たまたま私がこっちにピンつけてて、うん、ルアがこっちにつけてて、なんか新芽だったのね。そう。だからこう、利き顔っていうか、顔が出てる方を、こうやって。そうそうそう。やりました。そう。うん、嬉しい、これ。誰ですかね、本当に。本当だよね、誰みたいな。誰？めっちゃ加工した。あ、なんか本当は、あれだよね、あの、ペンでさ、ちょっと落書きしてみたんだけどね。うん、そう、本当にセンスがなくて全部消した。あの、ガオーも撮ったよね。一応、ガオーカットも撮ったんだけど。うん、でも、それは、ね、やってないんだけどね。で、そのガオーってやって、その落書きで、ルアがガオーって書くっていう。GAO っていう。ダッサイプリくらいになっちゃってる。だから全部消した。ガオーは、なんか、ひらがなだから可愛いんだなと思って。ああ、確かに。なんかその GAO でガオーはちょっとさすがにダサかった。ダサかったね。はい、そう。思い出が。ね、今日ですごい思い出作れた。じゃあ皆さんの質問に答えていきます。やろやろやろ、嬉しい、ありがとう。まず、うん、もう忘れ去られてるんですけど、うん、去年の、うん、それこそ何月かに、うん、コラボ配信、3期全員とコラボ配信みたいなのをやったの。してたね、そういう月でしょ。そう、うん、あった、うん。で、ルアと二人のそのコラボ名みたいな、コラボ名じゃない、コンビ名、うんうんうん、を決めたんだけど、それが何だったっけって。
って言うの覚えてる？全然覚えてない、うん、携帯みたいな名前じゃなかった？ポキベル？ポキベル？あ、待って、今向かった、思った。ポキベル？ポキベルか。ポキベル、ポキビルみたいな。あ、携帯みたいな名前、やばい。ちょっとそれ思い、え、ポケベルに似てて、ポキベルみたいな言ってなかった。そうだ、な気がしてきた。ポキベルか。そうだわ。ポキベルです。ポキベルでーす。でーす。いや、ポキベルって知ってる？私は使ったことない。ああ、でもよくわかんない。その存在は知ってるよ、名前とか。でも使い方とかどういうものなのかは知らない。ね。なんなのあれ。ね。え、てかさ、ルアのさ、画面なんか暗くない？それともルア日焼けした？絶対日焼けじゃないよ。日焼けした、なんか。暗くない？電気の明るさなのかな？明るさか。お、どう？変わんない？なんならこっちの方が暗い気がするよ。え、嘘！私ベッドの下だもん。もう囲まれてる、暗い部分。え、なんかさ、背景変えたよね。そう。模様替えした。え、あれはあの、なんか、いや、あの、後ろのやつ、もう全部外したってこと？こっちにあります。あ、こちらに。なるほど。画角を変えたってことですね。そうです。こうしました。いいね。ポケベル。私んとこが明るいんか。なるへそ。そうなんだ。え、なんか多かったのが、うん、今後のワールドグミ研究部についてお話をお聞かせくださいっていう、いう質問が、はい、結構あった。ワールドグミ研究部ですか。いやー、最近は食べてないですね。えらい。だから、え、撮影があるからでしょ？うん。拍手喝采。最近あの部活動お休み中です。そう。でもなんか、そのグミ界隈では結構その忍者飯が売れてるみたいなのを。あの、なんだっけ、鎧みたいなやつ、なんだっけ。え？忍者飯の硬いやつ、あの、ぶどうのやつ。あれが今人気なんだよね。そうそうそう。なんか、ルアも、この前、普通にグミ欄を見てたら、コンビニの。普通も、なんか、列、なんだろう、何個かあるじゃん。グミ、一種類でも。でも、そのグミだけ一個しかなくて、あ、売れてるんだなと思って買いたかったけど、でも、誰か買うかなと思って買わないでおいた。あら、偉い。そう、でも本当にそのくらい人気なんだなって思ってる。ね、美味しかった。え、食べた？食べた。やばいよね、あれ。めっちゃ美味しい。なんか夕飯もね、美味しいって言ってて。夕飯ハードグミ好きだからね。ね。あれ美味しい。去年も食べてて。うん、でも、なんかグミって本当に、その週によってさ、棚が変わるじゃん。そうなの、わかる。だから、リピできなくて、去年は。今年再販されて、買いました。おー。え、誰か、新しい新入部員とか。どうですかね、次長。そうですね。まだ、なんか、あんまりグミ愛強い子が、あまり私は把握できてないので。うん、もう少しグミに愛を注いでくれるのであれば、ユーハもすごく貢献してくれる
部員になりそうな気がします。はい、なんかハードグミ好きって、すごいルアもハードグミ好きですし、うんうん、そうコンビニ見ててこのグミみたいな気になったら結構買ってて、うんうんうん、まあ、それにユーハー味覚糖がありますしやっぱり入っていただくべきなのかなと。いや、そうですよね。ユーハーいいと思う。めっちゃいいと思うよね。ね。入りたいのかな、入りたいかどうか。んあんまりユーハーの口からワールドグミ研究部というのは聞いたことない。そうですね。思うんですけど、はい。どうでしょうかね。あとは、4期生のあおちゃん、ね。うん。あおちゃんね。よくグミ食べたもんね。めっちゃかわいいよね。なんかグミのお菓子袋みたいなって。あ、どれ帰りますかって並べて、並べて。かわいかったね。かわいい。あおちゃんもいいね。うん、結構3、4期がグミ好きなイメージかも。うん。ね、ハルチまだ幽霊部員なの？どうですか？ハルの口からグミという話を聞きますか？グミで皆さん配信見て、皆さんメールとかどうですか？ちゃんと幽霊部員だったら面白いんだけど、うん、私結構宣伝してるからね。すごいね。え、でもそう、なんか SNS 見てて、うん、なんかユーナとお揃いにしましたみたいな感じでよく食べ物を乗っけてる人を見る。あ、そうなの。だから結構そう広めてるなって思って。そうね、頑張ってます。さすがです。部長よりも頑張ってくれて、部長の座を狙ってるっていう設定だからね。座をね、うん、なんかさ、公式のさ、日本グミ協会みたいあるじゃん。うん。あそこに認めてもらいたいよね。あ、わかる。ね。やっぱり、X とか、うん。解説させていただいたら、うん。もう、グミばっかり載せて。お前にタグ付けです。はい。そうです、そうです。で、これは、こう、香り、なんとか、うん、食感、なんとか、そうそう、味、とか、うん。いろいろ書いて、レポートみたいな感じで。そう。いいかなと。いいよね。X できたらいいよね。いい、強いよね。結構見てもらえる気がする。だから、もう私たちの代わりに皆さんが、タグ付けして、ね。ぜひ。たくさん食べてください。はい、お願いします。はい。これがワールドグミ研究部についてでしたね。はい、最近の近況報告でした。はい、続いて、2人でユニットするなら可愛い系とかっこいい系どっちがいいですか？なるほど。でも結構そのユニット系でユーナとかっこいいの踊ったこといっぱいあるよね。そうね、青臭いロックとかもさ、あとそのコンサートの前の、うん、セットリスト、出来上がったセットリストの一個前のものをちょっとこう拝見したら、一緒にダンスナンバーをやる。そうだ、本当はね。っていう予定だったんです。やる予定だったんですよ。ダンス面だったんです、私。そう、えみたいな。で、まあ、いろんな関係で優しさになったんです。そう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 、いろいろ考えてくださって、結局決まったのが優しさの重さをやるっていうことだったんですけど。それで、そのダンスに、リリカが入ってきてくれたっていう感じです。ダンス面？いや、もう、言うな、ダンス面だよ。違う違う。でもさ、いやいや、あ、青臭いロックの時も、ってな、本当に待ってたわけ。青臭いロックの負けだ。嘘って。私ここか。ってなってたから。なんかせめてはそこから始まったよね。そこから結構かっこいい系の印象持ってるかも。そうなのかな、うん、でもなんかその時も、え、似合うユーナって言われて、うんみたいな、うん、ね、2人ってなったら
でもルアはかっこいい系のユニットを結構させていただくことが多いので、もう逆にかわいい系、おー、ピーチの尻尾とかなんか尻尾ちょっと待って、どこの部分そこ今当たったの天使の尻尾の尻尾だよそう、ユナやったじゃん。やった。だからそう、尻尾つけてやりたいなとも思うし。私はかっこいい系って言おうと思ってた。あ、マジ？もう完全にダンスのイメージ。レモンもルマ、ルマ？でもできないんだから私あのステップ大丈夫大丈夫歌うどころじゃないよねあれね、うん、だって分かれました意見が、ね、逆に可愛いのをやってみたいっていう方、うん、私はもうこう見せ場として二、うん、人でバンって出るならかっこいい系かなと、うんうんうん、いう考えで、もうあえてセクスイ系かね。抱きしめられちゃったなぁ。それもある。そうか。でんでん。わかるこれ。わかるわかる。でんでんでん。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 もうお便りをしている。あれ二人でやったら面白そう。おもろ。ね。すごいよね。うん。だからまあ、本当に私は何の系統でもありかも。楽しそうです、うん、ね。どうですか皆さん、どっちが見たいですか？どうですか？どっちどっち、二人で後であ、いいじゃん、かわいい、しげなかわいいなにねそんな笑う思い出した、うん、思い出公演で今さ、あの後でやってるしさ二人で、うん、いつかね、なんかお互いのポジションでやってみたいよね。本当にたまたま後で一生みたいな。うんうんうん。やってみたい。大好き。一生。一生だって。みんなさ、ルアの歌割り真似してくる。春とかもね。うん。ねえ。すごいビブラートみたい。そう。それまでさ、悲しげなってめっちゃなんか可愛い声なのに、そこだけそうでー、でじゃあその時のさ、後での動画はさ、持ってるからさ、うん、結構その印象に残るけどさ、みんな多分もう忘れてるよね、あの歌い方。確かに。みんな聞いてほしい、本当にグループ LINE にね、送られてきてますから。送られてきました。ユーハだっけ、ユーハがお待たせしましたとか言ってあとなんだっけ、出陣か、うん、くらいで、そう面白いね。いや、あれで良かれと思ってたのが結構面白い良かったよ見ててねえでみんな系統分かれてるね。可愛い系の人もいるし。うん。でもこっち可愛い系が多いかも。ね、あ、本当に？ええー、と思って。ええー。私がそもそも可愛い系あんまりやらないから。やってみたいですね。いいって、ほんとに。面白い。いらない、今のは。
大丈夫かな。そう、やった。面白いでしょ。これをずっとやってんだよ。プライベートでもね。二人で出かけるならどこ行きたいだって。遊園地。今日ね、そう夢の話してたからね。夢の話、そうですね。え、行くなら今週だったじゃんとか言ってちょっとね、行くタイミング逃したんですけど、でも、そうだね。また夏めっちゃ暑くなる前に行けたらいいなって思ってる。うん、ね。なんか、今空いてるらしい。そう。から。ね。そうそう。で、そんなに暑、もう夏みたいな暑さじゃなく、ね、寒くもなく、っていうので行きたいなって。そう。新幹線でピュッと。ね。なんかパックみたいなのらしいじゃん。何パックって？ゴーみたいな。え？なんか新幹線とか、チケット。そういうのも全部一緒になってる。そう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 。そう。行きたい！行きたいねー！行きたいって感じ。そう。ね。お互いもうちょっと、あ、さ、お互いじゃないわ。ゆうなもうちょっとで誕生日です。なんか、誕生日シール貼り、立ってもらいたい。あ、いいじゃん！誕生日です。ね、そう、耳につけたり。やりたーい！いいねー！いいな。あれ、やってもらったことない？あるわ。ゆうも誕生日の時期に行くことないから。冬とかにしか行ったことなくて。うんうん。ああ、これいいわ。全く同じ4ポジやるのにお互い苦労した曲って違うのだって。なんだろう。そんな覚えてない。これ、これ、いいね。ポジションによるんだよね。そう、このポジションだったらここみたいなのあるよね。そう。なんかもともと研究生ポジションはもう、最初から覚えてったっていうか。もともと一本で覚えてる状態で、それで新しくその研究生ポジションと反対のポジションのあのポジションがあるんですけど、友達でいましょうとかのね、うん、友達でいましょうが全くその研究生ポジと新しく覚えるポジもう振りが真反対なんですよ。もうほぼ脳トレで、そこがまず苦戦したかな、一曲目で。そう、わかる、言ったの、ね、ユーマこの間。マジ？その4ポジでどこが一番難しかったですかって質問されて、その単体単体で見たらここかなっていうのがあるけど、うん、4ポジ全部覚えてる体でここって言うんだとしたら、あのサブポジションがその1個目に覚えたところと真逆すぎて苦戦した、難しかったって言った。ね、わかる。やっぱ一緒だわ。ね。そう。だいたい私は、とりあえずユニットブロックを覚えてから、頭からバーっと覚えていくタイプの人なんですけど、うんうんうん、そう、ユニット覚えて、よし、頭からやるぞってなったら、うわ、待って、難しいってなって。一曲目で苦戦して。そう。私は、頭からやってって、うん、ユニット飛ばして、全体曲全部やる。うん、おー、最後にユニットみたいな。うん。なるほど。なんか、前言ってたけどさ、5ポジ目覚えるとしたら、うん、その覚える配信とかしたいねとか言ってて。そう。なんか、全然許可とか出てないし、うん、まず確認も取ってないんだけど、うん、例えば2人で同じポジションを、今から覚えます配信。そうそうそう。レッスン上でやる。どんな感じで覚えてるのかみたいなのを。そう、どれぐらいのペースで、どういう風に覚えてるかを配信するっていう。そう。どう？なんかさ、あんまり、その裏側って見れないじゃないですか。
うん。私たち今4ポジ覚えてるけど、どういう感じで、こう、どれぐらいの効率というか、でやってるのかを配信したら、うん、みたいな感じかなと思って。わ、うん、かる。え、めっちゃ見たいってコメント来てる。え、私も、いい、それいいね。面白そうって。そう。その時はさ、ぜひさ、お互いお揃いのコーディネートのレッスン着で。あ、確かに確かに。どっちがどっちみたいな。そうそう。いいね。楽しそうじゃない？これさ、聞いてみる価値あるかもしれない。ね、なんかポジション覚えるだけじゃなくて、それをみんなに見せてもらったら、なんか、一石二鳥じゃん。うん。ね。そう、次のやるポジションは分かっちゃう。それはごめんって感じ。確かに。でも、そうだね。うん、この二人がもう一ポジ覚えられたら、ちょっと、戦力になる自信があります。そう。なんか、だんだん、今までは結構、ポジションいつもと違うポジションの公演の日の前日とかは確認しないとやっぱり頭に入らなかったりとか忘れてたりとかしたんだけど、最近はなんかもう 見なくてもそんな全部見なくて もう体が覚えてるからまあ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 、そうそうそう、なんかもう一ポジいけるんじゃねみたいな、ちゃんとなんで覚えて思ってきてる。そう、ちょっと余裕あるかもしんないみたいな。なんか最近そう、私もう一個いける気がすんだよねってみんなに言った。そうなんですよ。そう、だからありえるかも。ね、だからそういう配信もありだなって思ったし、ひなさんがこの二人は4ポジこなすのよって褒めてたよ。だって嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。日野さんのポジションまだ1回しかしたことないから。あ、そっか、そっか、そっか。初日以来してない。じゃあそこやるってなったらやばいじゃん。そう、そこはやばいんだけど。それ以外は本当に大丈夫かも。ね、え、ゆうなは全ポジ制覇目指してる？あ、全然。あ、目指してる。なんかこう、成り行きで4ポジ覚えてるけど、うんうんうん。なんかすごい、10ポジ覚えるぞって意気込んでやってるわけではなくて、うんうんうん。うん。なるほど。ね、わかんない。もしかしたら、成り行きで10やってるかもしれないけど。気づいたら覚えちゃってたみたいな。うん、全然よ、10ポジ覚えようって思ってない。ただ今、5ポジ目いけそうだなっていうキャパができてる、頭に。いいね。これでもなんかさ、なんだろう、みゆさんとかはるかさんとかがやってらっしゃるポジションに、自分が立ってるイメージはつかないんだよね。そう、なんか私も全ポジ制覇目指してるけど、でも、そう。想像つかなくて。でもいけそうだよね。だって今、ね、キャパ的にはいけそう。いっぱい公演から4ヶ月、5ヶ月、5ヶ月経ったのか。そうですね。2、3、4、5、はい、4ヶ月か。うん。そうだね。ん？うん。4ヶ月だよね。だから2、3、4、5でしょ。ああ。お？そう。で、丸、うん。丸4ヶ月で4ポジやってるから、いいペースなんじゃない？ね。1ヶ月に1ポジペース。うんうんうん。そう。聞いてみよう、スタッフさんに。そうですね。聞こう。何時間配信になるんだろう。そうそうそう、5時間とかになるかもしれない。しかも、まだ覚えきれないままみたいな。5時間。しかもなんか配信というよりかは、なんだろう、なんか、なんだろうね。ただ見てもらうだけみたいな。うん。会話を。今から、友達でいましょうの、ポジションを覚えていきたいと思います。捨てやるって感じ。
カメラは一旦バイバイってやって。うん。ね、まあ、聞けたら聞こう。聞けたら聞こう。12月10日が初日？そう。だから。じゃあ、5ヶ月だ。うん。5ヶ月経ってんのか。ねえ。何公演出てるんだろうね、思い出公演って。私たち。ね。でもなんかこの前ファンの方が集計してくださってて、うん、30後半だった気がする。私は11月の半ばで100だから、うん、ユウも多分30とか40とかだと思う。すごいね。ね、あっという間に200回行きそう。ね。ね。この間スタッフさんに自分が何ポジじゃない、何ポジじゃない、何回公演出てるかを、うん、あの、確認してもらって。あ、そうなんだ。うん。今、153回。お！すが。すごいね。私はリバイバル公演にすごいたくさん出させていただいて、出て。リバイバルって2ポジ2ポジやった。すごい。そう、それがね、大きくて。うわ、うわ、何、なんか花、あの母の日タワーが来た。お、母の日クマグーおーどなたですか。ありがとう。ともじいしゃりぞうちゅん。お、ありがとうございます。今日プリクラでやったからね。そう、よしよずみ。ね、なんかちょうどガオみたいなプリのあの指示があって、うん、これやるしかないって言って。そうって。でもね、プリの例、あの、何、例題の写真っていうか、うん。そう。のやつは、声ガオみたいな、こういう顔作ってるガオだったんだけど、私たちガオしようって言って。漏れなかったよね、全然。ただ目つぶれた人みたいな。うん。私は、嫌いなのかもしれないが、ちょっと苦戦したのよ。うん、はあ、確かに。初めてやった？嫌いなのかも。そうなんだ。あ、そうだわ。コンサートでやってたわ。そう、やった。だからそれがちょっと体が覚えてて、なんとかなったんだけど。確かに。確かに、なんだろう。その2番とちょっと違ったりとか。うんうん。ね。ね、こうなのかこうなのか、そうそうそう、こうなのかこうなのか。あれ高くて歌えない。わかる、落ちサビやばいよね。私の性格がな、愛しさが募ってくる You like me。 なんだっけ、なんとかなんとか、なんとかなんとか、だだだだだ。この前なんだっけ、カホさんとさ、ユーナと萌えちゃんでやってたやつ。ナイロポキちゃん、コケイロマシモン、杉本萌え色、緑の日だね、グリーンクラブ。めっちゃいい。杉本萌え色が本当に好きで。めっちゃマッシーさんが考えてくれた、ね、めっちゃセンスがいい。あとなんか質問ある？あるよ、なんか、うん、2人
人で焼肉食べに行ったことあるみたいだけど、どっちが多い？どれぐらい焼肉を食べるのかみたいな。で、あとね、どのくらい、うん、もう一個焼肉系のやつがあったんで。はい。あ、なんかね、二人でね、叙々苑行ったと思われてるけど、私たち二人で叙々苑は行ってません。行ったことない。二人で。でも行きたい。また二人で叙々苑とか行くのって書いてあるけど、うんうんうん、焼肉は行きたい。めっちゃ行きたい。わかる。そう、なんか、うん、昨日かな、お肉と魚どっちがいいってリオナに聞かれた時に即答で魚って言ったんだけど、うん、お肉だったら焼肉行ってた。そうじゃない。うん、ね。でも今日のスケジュール的にはお寿司の方がこうなんていうの、スパスパ、うん、焼肉って食べ放題行ったら時間がさ、もうこの時間って決まってるし、うん、焼いてる時間とかもあって時間がかかるから、今日の大抵的にはお寿司の方が、ね、はい、そう、好きな焼肉屋さん、うん、私の好きな焼肉屋さんの一つがとお店行ったらもう潰れていて、そう。え、もしかしたら一緒？多分一緒。だよね。行こうとしたら、あれ？ない。なかったよね。あれ？とか言って、そう。それで結構3期でよく行ってた。うん。そう。もうそのお店って新潟にしかない。ん？新潟？ん？新潟、もう一個ある。ある？もう一個ある。ある。でもちょっと遠いと思う。そっか。そう、そこのお店がすごい好きで、雰囲気とかもすごい好きだったから、うん、そう、3期のね、憩いの場みたいになってたんだけど、そうなの、なくなっちゃって、そう、最悪です。だから最近は、でも本当にね、焼肉キングは最近行けてない。今なんかキャンプ飯みたいなやつだよね。そうなの。うん、いいね。そう、楽しいしね。そう、私がよくね、変なの頼んでくるから。そう。もう、デザートを死ぬほど頼んで、誰が食べんのこの量っていう量頼んで、お肉焦がすわ、バターコーンを頼んで、うん、一人で焼いて、でもやってますよ。やだー。いや、デザートはやっぱりデザートってさ、なんか最後の印象あると思うけど、食後みたいな、うん、挟んでいくんですよ、そのお肉の間に。挟む量を考えなさいよ。店員さんがお盆満杯にさ、そのデザートしかも一種類。店員さんも頑張ってね、運んできてくれって。そう、それを置く場所もないから。あ、そう、置く場所ない。私が山中、山中がすごい大きくて、山中が取るんですよ、テーブルの。テーブルの幅取っちゃって、私が片手山中で食べてますよ。そうそうそう。本当アイドルと思えない量食べ。はいはい。はい、すいません。次、お互いのここが大好きというところはどこ？これもあったな、よく見つけたぞ。おお、なんだろうね。尊敬してるところとか。なんか話が合う。結構その年を離れてるものの、うんうん。結構なんだろう。なんか結構話題が通じるっていうか。うん。そう、どっちが大人なのか、どっちが子供なのか。確かに。確かに、確かに。そう、でも結構私、お姉さんメンバーとずっといるタイプの人なんですけど。そう。まあだって、下が一人しかいないから。確かに、もともと。お姉さんメンバーばっかりよ。確かに。そう、まあ、リリカとももちろんね、結構喋ったりとか、学科の、なんだろう、学業系の話はするんですけど。
そう、お姉さんメンバーと結構いて、うん、話が合う、結構。確かに確かに。まあ、活動の話とかもね。そう、なんか。たり。そうなんですよ。お互いその、公演に力を入れてるとか。そう。これも頑張ろう、あれも頑張ろうってしてる二人だから、ここをこうしたらいいのかねとか、結構活動に対しての話はよくする。はい。はい。そうだね。私はね、言うのがいいかな。うん。尊敬してるところ、はい。ありえんくらい努力家。やめて。本当に。うん。マジでびっくりするよ、みんな。何？学業もさ、本当えぐいから、この方。やだ。自分では言わないと思うけど、はい。すごいよ。学力も。嬉しい。暑いですね。え、こんな、え、四ポジやって、うん。学校行って、配信毎朝やって、みたいな。やばすぎ。いや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 。多分2時間くらいしか寝てない。え、どんなことない全然。寝てます。え、嬉しい。それは、ありがとう。そう、本当にすごいんだよ。詳しくは言えないよね、やっぱり。そう、そうだね。うん。けど、私が保証する。マジですごい。ありがとう。え、どこからそのモチベ持ってくるみたいな。わーい。いや、朝学校行く前にする配信もすごいけど、じゃあ朝しなかったら学校から帰ってきて、なんなら自主練してるかもしんないよ。公演やってるかもしれない。その後に、もうバタン級のはずなのに配信してるからね。みんな。いや、配信はもうルーティンになっちゃってる、もう。確かにね。確かに。それはそうだわ。ポキマン。そう、毎日ここに座って、リングライトつけて、みたいな。もう日課。うん。私たちは、頑張ります。頑張り続ける。ね、配信頑張ろう。嬉しい、それは。ありがとうございます。継続力って私たちの長所だと思う。長所って言えるぐらい、頑張ってる。うん。え、でも私は、ゆうなの、あの、うん、犬の散歩を尊敬してるよ。毎朝犬の散歩してるって。全然朝じゃない時もあるんだよ。寝坊しちゃって。うんうんうん。だからママに、うん、かわいそうでしょって言われるんですけど。すごい、犬の散歩はすごいね。そういう感じですかね。お互い尊敬するところ。やっぱり継続力ってすごいよな。確かに。なんか、そうだよね。なんか、ここをお互いで頑張ろうみたいなのを話したら、うん。なんか、何でも果たしてる気がする、私たち。うん。私、なんか、うんうん、その、頑張ろうっていうのが、やっぱり、二人いるっていうか、同じ熱意で同じことを頑張ろうとしてるのが、私以外にも一人いるから、それがモチベになって、一緒に頑張ろうってなれるんだよね。うん。うん、すごい。うんうんって言ってるんだけど、画面止まってます。すいません。え、そう！え、大丈夫、変顔じゃない、大丈夫。うん、なんかこうなってる。あ、やばい、やばい、ダサい、ダサい。ごめん。やばい。めっちゃなんかドヤ顔してる人みたいになっちゃって。え、今も止まってる？止まってる。なんで？なんで？こっちの画面大丈夫なんだけど、あれじゃあちょっと。うん。止まってるなぁ。マジ？
まあ私こっちでも見れるので。マジ OK です。見れた？あ、ちち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 、ポキルームでは固まってない。ユーナが固まったってこと？ユーナの画面。そう、ユーナの画面で固まってるだけ。そっか。あ、オッケー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 。見ました見ました。オッケー。オッケー。ライブ配信って、こういうのあるよね。そう、ちょっとしたトラブルが結構続く。そうなんだよね。やっぱり私だけが頑張ってるって状況じゃないのが私は嬉しいよ。わかる。だからなんか思ったらユーナに言ってるし、うん、それを言ったらユーナも、あ、ユーナも同じだったってなって、うん、そうね。多分そのユーナも4ポジとかやってなかったら、多分私も4ポジできてなかったから、なんか、そう、誰も大事よ本当に。そう、やっぱり一人いるだけで違うっていうかね。、うん、そう、で多分同じ境遇、あ、動いた、動いた、よかった。OK? よかった。同じ研究生で、うん、4ポジ任せていただいて、うん、毎日配信もしててっていう部分は一緒だけど、まあ学校も行ってますから。なんの、いやいや、そんな。学校は寝てるだけなんで。大した勉強してません、そんなに。お、これは母の日タワー、ピンクのクマ、ピンクのクマ、あーあー、クマ、クマタワー、ゴーゴー、ありがとうございます。友人シャリージャマ選手です。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。え、逆に言う、なんか、なんだろう、ユーナの、ユーナが学生だった時どんな感じだった？高校1年生2年生の時は真面目に、うん、あの授業受けてたんだけど、うんうんうん、高校3年生でなんかやりたいことが看護師とか助産師とまた別のそのアイドル、うん、の道も目指し始めちゃったら、うんうん、全然勉強できなくなっちゃって。そうなんだ。あと、自分の成績とか、より、先生に怒られないように、学校生活を送ってた。だーね。確かに。人に怒られない、人に嫌われない生き方を。だからルーすごいよ、友達いっぱいいて、いや、いっぱいじゃない、いっぱいじゃないの、うん、本当に数人だけど嬉しい。でも分かる、なんかそう、なんか自分のためというよりかはその周りのため、周りのためっていうか、なんだろう、見られ方とか気にするよね。うんうんうん、そう、そう、その高校生の時は、うん、自分のために勉強してるなんて1ミリも思ってなくて、うんうんうん、
ママとパパに、あの、成績表を持っていくときに、うん、怒られたくないとか。わかる。わかる。こう、先生が、担任の先生とか、うん、あの、通知表っていうか、成績表を返却するときに、うん、こいつこれぐらいの成績なんだよなって思われたくないから頑張る。確かに渡されるときね、うんうんうん。全然自分の将来のためと思って勉強してなかったから、うんうん、こうなりました。こうなりました。すごい言うな。頭いい。いや、頭良くないでしょ。私は良くないよ。中学の時の成績どんな感じだった？じゃあ、うん、中学校の時がピークだったの。ピーク。ピークだったの。うん、そっか。その時は本当にもうテスト前はずっと机に向かってるっていう感じだったから、それなりにできてたんだけど、今その時の勉強が役に立ってるかって言われたら全然。そっか。過去の栄光です。うん。だなんて、確か勉強400点いったことないよ。あ、そうなの？いいんだよ、今頭いいんだから。いや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 。今が大事。私今を大切に、うん、そうそう、私は過去にすがってるけど今があるから。ねえ、三期生の春祭りのテストどんな感じだったっけな、だって。確かに。ユナ何位だったっけ？私、え？ユナ何位だったっけ？で三位。はあ！はあ！ルア確か、一番点数の悪い三人いたじゃん。うん。三人の一個手前くらいだった気がする。あ、そうなの？そうだっけ？そうだね。そう、本当に下だった。でも今やったらさ、あ、ちょっと変わるかもね、順位。うん。あれでも結構難しかったんだよね。難しかった。もう問題覚えてないけど。数学は私が得意だからなのか、数学はいけたの。うんうんうん。国語が、え、国語めっちゃ難かったよね。国語やばかった。一桁だって私。ラも数学で点数取ってた。うん。数学は確か上位に行った気がする。そう。3期のやつ。あれは、リリカに合わせて作ってもらった問題だったから。そうそうそう。みんな解けるはずだったんだけどね。うん。中学生の問題だったんだけど、はい、本当に国語がやばくて。うん。漢字？これを、このひらがな漢字にしなさいみたいなやつとか、これを何々、なんか、レイン、なんて言ったらいいんだっけ、あれ。古文の活用形を書きなさいみたいなのとか。うん、ん？って。うん？ありよりはべりまそかりみたいなことだよね。活用形やばい、覚えてない。いや、言うも全然無理。何があったっけ、まず。何やったっけ、やば。そう、全然できなくて、国語で点数を取れなかった。うーん、難しかったんだよ、あれ。もう1位、2位、花江、3位、ゆうな。うん、ね、うちら理系？もしかして私は理系だと思う。ゆうも理系。お、一緒。文系は多分無理。でもなんか、うん、3期で文系ってこの子とこの子だろうなみたいなのがめっちゃなんか分かりやすくて。あ、確かに。萌え、萌え、萌え。萌えって文系かな？待って、いや、ちょっと待って。萌え、なっちゃん、なんか文章花江、うん、リリの、うん、あ、リリの、うん。とか、文系っぽくない？なんかすごい文系っていう感じがする文系なの。うん、確かに花江が
理科のあの白衣着てメガネつけてる印象はないかも。うん。理系ってそんな感じじゃん。うん。ね。春どっちだろうね。春どっちなんだろう。春どっち。直接聞いてみよう春に。確かに。春わかんないわ。春体育会系だって。あ、そうだそうだね。体育。体育いいね。飛び箱とか得意だった。飛び箱めっちゃ得意だった。マジ？ランは好き。飛び箱。飛び箱でゴー取ってたから。すごっ。全ては飛び箱のおかげで。ルア反復横跳びが得意だった。うわー、得意そう。ユウ脆いからダメ。もうね、裸足でガチ勢だった。すごいね。靴は滑るからとか言って、うん、こん投げて裸足でやってました。私は握力と腹筋。握力、握力分だった。力系、筋肉系で。あーね、稼いでた。うんうん、筋はルアも得意。え、鉄棒とかできた？鉄棒は空中逆上がりとかはできなくて、逆上がりがギリ。あとだるま、ぐるん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 ってやつ。豚の丸焼き得です。あれ技なの？技、ちゃんとした技だと思う。いいねいいね。体育懐かしい。え、あと何やったっけね。体育、シャトルランとか。うん、シャトルランは言う、大っ嫌い。え、シャトルラン最初なんか、のんきにこうやってる人か、あ、最初の1回目、うん、スタートってやってからね。うん、うん。のんきにやってる人か、あの、うん、早く着いて待つ人か、どっち派だったの？私はその、ドレミファソラシドに合わせるタイプだった。うん、その速度。止まると、乳酸が溜まると思って、ずーっと動き続けるタイプだった。どっちどっち？じゃあ最初はみんなの波に乗って早く行ってた。それ疲れやすいじゃん。そう、で途中からもう呼吸の仕方忘れて、そう、シャトルランはあんまりできなかったな。球技、あ、球技、ソフトボールとかできた？ソフトボールか。打つのは得意だった。テニスやってたから、あ、そっか。何かの物体にボールを当てるっていうのは、うん、なんとなくの感覚でできた。おお。でも、ラーメン部で、うん、バッティングセンターに行った時は、一回も当たんなくて、うん、最悪。できなくなってる。うん、何が得意？球技？バドミントン。そうだよね。テニスはね、ラウンドワンでやったら全然できなかった。楽しそう。そう、あの、球技大会、NGT で。やりたいね。バドミントン。え、だから、え、でも、ユウナもバドミントン得意そうじゃない？だって、ネットで当てる系じゃん。ダメ。あれさ、なんかさ、意味わかんない速度で来るじゃん。私、初心者にも容赦なくスマッシュ打ってたイキリ系女子でした。やばい、旗から見たらダサいけど、なんか、そういう。やりたいやりたい。そのスマッシュを受けてみたい。キャー確かに。声うるさそう。キャーキャーってやりたい。いいね。球技やりたい。球技大会やりたいな。うん、すごい、あと8分くらいしかないね。あっという間、うん、2時間コースでもいけたか。全然ね。ね、この後ユナを配信するの夜。どうしよう。どうするの？やろうかな。いいじゃん。あ、来ました、クマさん。ゴールデンクマ、クマあったわー。グー。かおー。
ありがとうございます。ありがとうございます。昼間も配信してた。あ、そうだよね。ゆうの。ずっとメイク配信してた。そのメイクはもう崩れました。はるちゃん、理系だって。誰か聞いてくれたの？あ、そっか、今配信してる？もしかして。そうだね、そうだね。一緒だじゃん、理系。ほんとだ！待って、知らなかった。え？ん？さっきの一番最初に多分送ってくださった方、偽物だった。どういうこと？違った！誰？え、そちらの。こちら、こちらパワーを本物送ってくださった方は本物ですか？本物です。え？プロフィールも本物です。あれ？あ、そうなの？偽物って。何かな？偽物でした。え、偽物？ありがとうございます。え、なんでなんでなんでそんなことしてるの？いけない。やばい、54分。え、またしようね。なんか、またしようね。待って、これさ、話絶えないわ。え、わかる。全然いけない。何話そうとか思ってたんだけど。そう、そう、今日ね、帰り際に、今日の配信どうしようかね、とか言って。うん。言ってたんだけど全然いけた。今度さ、ルアーでもさ募集してみてもいけるかも。いけるかもね。どうやろう。え、またしようね。また受け立てよう。もちろん5月中にもう一回やろうじゃん。多分5時間いけるぞ。だって全然いける気がする。いける。うん、24時間は無理かも。そうだね、ちょっとね、みんな眠くなっちゃうからさ。それはじゃあ次は2時間くらいコースで。うん。スクショタイムしよう。はいはい。ちょ、今日プリクラで鍛えてきたから。ここで新目で。こちらさ、生写真撮影とかでさ、何百枚と撮られるわけじゃん。うん、8枚とかなの、プリクラって。もう本当にそれに力入れられるから、全部盛れるんだから。短い子。何やるじゃん、ポーズ。何がいいかな。あ、やばい、色違うね。ブルベと色って感じ。うわぁ、ちょっと気持ち悪い。でもできたね、すごい。あと何かできるかな。版画を2つの画面的に。うん、なになに。え、版画をできるかな。とこう、こうする。あん、こうかな。あれ、あ、待て待て待て、あ、オッケー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 。いるよこういう人。おお、オッケー、いい感じ。あとなんだろう。そうじゃん、私のルームあんま見えてないんだ。あ、そっか。まあ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 。うんうんうん。いき。それでは読んでいきましょう。はい、読みましょう。はい、お先。どうぞ。本当に合ってるかどうかが不安なのでこちらで見ようと思います。はい、くるくるしてるけど、ぐるぐるていきます、
13位、ターさん。あ、私が全部読めばいい？うん、いいよ。ありがとうございます。12位、ひろいちさん、ありがとうございます。11位、くにさん、ありがとうございます。10位、かじゅぽんさん、ありがとうございます。9位、ひよりげたさん、ありがとうございます。8位、かたやまさん、ありがとうございます。7位、やまありさん、ありがとうございます。6位、はやとさん、ありがとうございます。5位、あべべぽきさん、ありがとうございます。4位、まこいもさん、ありがとうございます。3位、近藤和弘さん、ありがとうございます。2位、りゅうさん、ありがとうございます。1位、ともおさん、ありがとうございまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。はい。はい。10歳、ドスドス担当のアザラシクジラ氏、ありがとうございます。12位、ガトランティス氏、ありがとうございます。11位、古川氏、ありがとうございます。10位、シューチャー氏、ありがとうございます。9位、鉄尾氏、ありがとうございます。8位、眉毛氏、ありがとうございます。7位、ヒロ氏、ありがとうございます。6位、カキヒコ氏、ありがとうございます。5位、セッテンガー氏、ありがとうございます。4位、山田のピクチャー氏、ありがとうございます。3位、秋文ラテイ氏、ありがとうございます。2位、近藤和弘氏、ありがとうございます。そして1位は、じゃが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 、ぽい！ほっ！ともじシャリ焼酎氏です。ありがとうございました。ありがとうございます。結構壇上ガラッと変わってるね。お互い。うん。全然違う。ね。今回初だわ。ありがとう。ってことで、あと30秒です。ごめんなさい、私。あと30秒。いつも言ってることとか言っていいよ。明日も元気よく頑張るわー、ラーラーラー、ありがとうガオー、ありがとうコラボ配信、ありがとう、またしようね、見てまたしようね、ありがとうございました、またね、バイバイ、終わります。